天才ピアニストの深夜おでん。あれどうも皆さんこんばんは。間違えた。フェードアウトしましたが、天才ピアニストの竹内です。マスミですよ。いやーあのね、うん、なんかさ、座右の銘は何ですかみたいな聞かれるときあるやん。あれしんどいよな。しんどい。座右の銘さ、まあな、座右の銘ってガチのやつやったらあんで。でもな、うん。まあ、ガチのやつ何よ。いや、ガチのやつはまあいろいろ、いろいろありますよ、そら。一個にしなせなかのか。じゃあそんな遠からせんといて。またこれ本読んでるから知識多いなぁ。すまん。じゃああのね、まあでもなんかその、おもろないやん、座右の銘って別に。おもろないおもろない。かっこいいだけやんか。でもさ、なんかさ、芸人がさ、表舞台でさ、座右の銘なんですかって聞かれた時にさ、なんか、うん、あまりにもおもろないのはいかがなものかっていう。そうやね。結局だから、おもろいやつを言うか、うん。ほんまになんか気を照らって何それみたいな、はい、やつかやな、はい、そのなんかちゃんとしたやつ言ってもって感じやんな。じゃあそれやったらあのマスミちゃんとかは、うん、オリジナルっていうパターンも全然あると思うね。はい、あそうか、別に座右の銘って私結構こ意外と固定概念強い女やからあの誰かの名言であったりとか、うん、ことわざじゃないとあかんとかいう思いがあってんけど、まあ基本はそうやねんけどな。そんなこともないんか別に。いや基本は引用やね、うん、か誰かの言葉を自分のあの最も大事にしている、うん、あの言葉として座右の銘っていうので、はいはいはい、基本は既存の言葉、うん、なんですけど、まあ、マスミさんぐらいだったらまあええんちゃうかっていう。私のマントルこそが天井みたいなはい一発でオリジナルってバレるのでねそれはどうかなっていうことなんですけど、いやそう、たそのだから食べ物とかを絡めてもいいと思うんですよ、うん、はいはいはい、あんたが大事にしてる、うん、あの美味しいものはねまずは塩で食べるみたいな、そのいろんなこだわりがあるじゃないですか、はいはいはい、食べ物のそういうのを座右の銘にしてもいいし、うん、なるほど、ね、なんかそのダイエット系の名言を、うん、ダイエット系の名言もいろいろあるよな。体は痩せても心は痩せるなみたいなね。あ、ええやん、うん、全部作ったんですか。はい、もうなんかありそうやけどな、ちょっと。いやいや、ないやろ。ちょっと調べて。体は痩せても心は痩せるな、うん、なんかちょっとありそうだね。そういう本すら出てる可能性あるか。あメガネかけた50代ぐらいでダイエット始めた人が書いてそうやななるほどな。もう年齢を経て、うん、いやけど諦めないでっていう。何ちゃう、うん、うだってよう考えたら何ちゃう。よしこれでいけるわ。ないわ。座右の銘なんですか。体は痩せても心は痩せる。うん、いやでもほんまにそうやもんな。無理なダイエットしたら心痩せていって、うん、はい、それでほんまに過食症というか、うん、あの摂食障害になる人は、だからそういうことやもんな。心が痩せちゃってしんどくなっちゃって、うん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 、自分の見た目が正常な判断できへんから。はい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 。じゃあ体を痩せても心を痩せるんだっていうのを答えて、うん、あ、それ誰の言葉なんですか。あ、これマスミです、うん、で人笑いサクッと取ってありそうやけどそうそう。ほんでまあまあ体もまだ痩せてないんですけどね。ね、どーん。これでかしょ。あ、めっちゃ便利や。え？どっかで使おうか。いや、いいと思うで。なんか、なんや聞かれるときあるやん。あるある。ほんで、これ、絶妙な、表で聞かれたら、まあ、うん、ほんまにボケるべきなんかもしれんけど、うん、インタビューとかって絶妙に。インタビュー絶妙やな。あの、ほんまに雑誌による、雑誌とかさ、媒体によるやん。ちゃやな。その、深刻度合いもちゃうの、その記事のさ。お前ファニーとか、うん、ファニーさんとかやったらおもろい方が嬉しいみたいな、うんうんうん、もうはちゃめちゃなこと言ってもいいけどさ、うんうん、一回さ、何やったっけ、求人情報誌みたいなやつのパドさんやったかな、なんか、うん、わちゃらちゃにんにんのインタビューで、はいはい、やっぱ私ら結構やっぱ真面目に答えちゃいがちやけど、もうおさむちゃんなんか風水やなんかボケまくるやん、うん、もうな、もう記者さん困ってたもんな、うん、書くことない、ペン何も覚えてなかったもん。っていうのはみたいな。そうやね。ああ、もう全然書くことない。ほんで、永見さんもひどいやろ。そうやね。こないだのわちゃらちゃのアンケート見ましたか？ X の。もう、永見さんひどかったで。もう。全部ボケてたもん。大喜利なさんな。でもな、ああいう時って意外とファンの人というか、その、ちゃんと聞きたいやん。うん、はい、はいはいはい。ほんまに。だってあれ答えてないのと一緒やからな。
まあな、うん、まあ、ボケに振り切ってはいいんねんけど。もちろんな、カロリーは高いねんで、うん、普通に答えるよりな。だからあれ、意外と、うん、浜田さんがめっちゃシンプルで。心に突き刺さったよ、うんうん。なんかそうだね。まあ、むずいんですけどね。芸人からしたら、その、真剣な部分を見せたくないっていうのはあるじゃないですか、仕事柄。うん、だ人によるんですけど。まあ、私は結構真剣に。うん、私も真剣に答えたいタイプです、ね、はい。真剣にふざけたいという感じです。あ、そうですか。はい、じゃあ、座右の銘は今度から、はい、体を痩せても、あ、ですが、体を痩せても心は痩せるな。うん。うん、で、バイマスミ。バイマスミ。うん、あ、いいな。ビバ、白砂糖。それはいつ言うんですか。それは体を痩せても心を痩せるな、ビバ白砂糖ということでよろしいですか。そいつは体痩せへんやろ、ビバ白砂糖のやつ。しかも袋で持って、うわ、スプーンマークの、うん、スプーンマークのな、うん、古から伝わるな、せいで、うん、あれの何が悪いねんな、ほんま、みんな悪い悪い言うけどさ、あ、もうて美味しいで、みんなあれにお世話になってきたやろ、急にはじゃらなってな、うん、はん白砂糖言うてな。あかんで、そんな。あれを醤油に溶かしただけで美味しいねんから。なしてねそれ。払い上げる。あれを醤油で溶かした時の餅のうまさった。笑っちゃってるよ。え、もう想像しただけで笑っちゃったんだ。あれ、私はね、醤油をほんまに溶けきらんぐらいの醤油。うん、そうな、うん、ちょっとでええねんな。いや、私な、それな、うん、あの、うちの家さ、うん、そういうの、どっちかって控えめにする家やねん。醤油を砂糖を、はい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 、ちょっとしょっぱいよりやってん。なるほどね。で、ある日、うん、その遊びというか、その出かけた先で、うん、その餅つき大会で、うん、それに出会ってん、じゃりじゃりの砂糖多めな、うん、で醤油ちょっとやろ、そう、うん、頭抱えたね、せやろ、人生どうやろ。うんまーってなった。わかる、うん、いや、わかるってないね、それ答えやそれ、わかるやなし。あれたまにな、なんか割合間違えてさ、もう溶けきるちゃうぐらい、うん、取り切ってるよ。ではまだあかんねんな。あかん、うまいけどな、醤油美味しいよ、そら美味しいけど、でももう餅食べるときにはカロリー考えん方がええねん。うん、餅がもうひどいねんから、まずそう、うん、もう餅と揚げ物食べるときは何にも考えん方がいい。悪ガキする方が気悪いな。そう、うん、もうほな食べへんときはもう食べへんに振り切る。うん、誰が言ってんねん、食べへんときはないだろう。っていう世間の冷たい声。うん、お腹空いてなくてもお菓子の手伸びるし、おむすびに手伸びるし。え、朝お腹空いてなかった、あれ。お腹空いてへんやん。嘘や。あれ、お腹空いて食べてんねや思ったら。ちゃう。なんかもうな。儀式？お腹空いてる空いてない関係なくな。うん、もう、豚やからさ。ちょっと待って。前になこう餌置かれたらな。犬ってさ、犬とかもまあ動物さんは。まあ基本食べちゃうよな。食べるでしょ？うん。前におにぎりとかパンのラインナップ置いてあったらな。朝もう9時や。一応何も食べてないです今日。まあロケね、朝一でロケ車でこうケータリングね、はい、いくつかパンか、もう並べられたらもうノールックで気づいたら口の中、うん、おむすびに。あ、なるほどね、はい、そういう節もありますからね、うんうん、そういうバッシングもあるんでしょうけれど、まあ、心は健康なんで。心は痩せるな、バイマスミ。いや、あのジャリジャリのやつ美味しいよな、うん、なんかもうびっくり、小心も体もビッグボディ、そのギャグみたいな。座右の銘じゃないわ。座右の銘なんですか。心も体もビッグボディ。でもボディって言ってもな、ほんで。お前な。いいな。私もなんかベリーショート系のやつ作ろうかな。髪は剃っても心は剃るな。じゃあフォーマット一緒すぎるやん。心剃るってなんやねんそれ。刈り上げ。髪は減らしても、刈り上げても、髪は人の時間は刈り上げるな。あ、それ大事やな、うん、人の時間刈り上げるやつおるから。人の時間刈り上げる人おんねん。なんやねん、あの人の時間刈り上げるやつ。わかるわな。あ、なんかおもろない話をしてみたり、うん、いらん確認をしてみたり、ほんまにあかんねん。昨日夢の中やったかな、めっちゃ人の時間刈り上げる人おったわ。嘘やん。夢の中やったら遠慮したいとかやけど、聞こうか。どういうタイプの男性？いや、男性。どんなやったかな。なんかもう、うわこれ今、あなただけを待ってるでっていう。え、それはその人の準備を待ってんの？準備っていう感じじゃないね。なんか、話。なんかケーキみたいなものがあって、
どういう風に切りますか、誰がこれ食べますか、なんか、うん、もういちいちむっちゃ確認してくれる人やって。なるほどな。いや、もう適当にやるかやって。まあ、正直な、それは確認も大事やし、うん、そういうの、ちゃんとしてほしい人もおるやろけど、私はもう適当にパパパッと切って、適当に渡してくれたらええやんと思うんだけど、うんうんうん、全部をむちゃくちゃ確認して。なるほどね。なんか、ああ、やりたいなぁ。はいはい。私やりたいなぁ。変わりたいなっていうね。うん、で、あなた夢の中でケーキ食おうとしてるやん。なんかパーティーがあったんかな、パーティーが。ファニー。いや、ファニーっすな。夢がファニーやないの。ファットニー。いやいや、自分で言ったね。いや、自分で言ったね。最近はちゃんとヤクルト1000飲んでるんですか？ヤクルト1000なちょっとマイブーム去ってん。あかん。あんなんブームちゃうで。飲み続けんとやっぱり。結構やってたで、私にしたら。長かったですね。習慣づいてましたよね。3、4ヶ月ぐらい、うん、ほぼほぼ切らさずに。なあ、元気だってな。そう、1日まあ2本ぐらいのペースで約。いや、だからそのヤクルト1000なんですよ、あれ。あなただけヨネダヤクルト2000なんです。2000はヨネダだけにしないと。あとラブと。3日に1回ぐらいは2000って感じだったな。味が好きやからな。うん、味が好き。はいはい、最近1回買うタイミングを逃して、ああでもそほんまにそんな感じで溶けれるよな。そうやね、ヤクルトって。ああもうええかってなって。なるほどね、うん、じゃあもうデートの夢も見てないんですか？見てないよ。そのだからケーキ人の時間を買ってくるやつのあそうか、ヤクルト専門でええからそんなからわけわからん夢見んねん。人の時間阻害するやつの、ね、前も待ってんでっていうな。あ、なんか話おもろないやつのさ、うん、ちょっと待って、何々の話しますかの入りめっちゃ怖ない？きつ。なんか、こっちがワード出してしまって。うん、ちょっと待ってーっていう。まず待たされてることが重いやし。ちょっと待ってーって。だから、洋菓子の話しますかみたいなこと、うん。なんか、うわ、こいつ、洋菓子の知識に長けてるんや。うん、これから終わんない口調で洋菓子のこといっぱい聞かされるんやっていう。うわー。ちょっと待って、何々の話しちゃうっていう。人の時間反対やね。そうや、借り上げてくるから、皆さんもう借り上げには気をつけて。座右の銘は、体は痩せても、心は痩せるな、バイマスミ。髪の毛は借り上げても、人の時間は借り上げるな、バイ竹内、おやすみ。はい、チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん。私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？